はい、こんにちは、ケソです。はい、どうも、ハネムーンです。いきなりなんですけど、おー、はい。四大元素って全部言えますか？四大元素？はいはいはい。ゲームとかで出てくるじゃないですか。四属性。漢字一字ずつでこう、出てくるやつ。漢字一ずつ、ゲームで出てくる。そう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 。うん。え？風林火山？風林火山。まあ、それは武田信玄のなやつだけど、え、まあ違うね。ストリートファイター。あ、ストリートファイター。竜のステージの看板。あー、古いね。あれあの属性属性属性か、そう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 、エレメンタル的なやつ。お、いいね、そういうこと。あ、じゃあもうあれ、火、水、雷じゃないか、雷じゃない、まあ、雷もある時もあるけど、風、はい、火、水、風、土だ。なるほど、いいと思います。はい、合ってます。というわけで、じゃあ、はい、今回はこの四大元素にちなんだ対決をやっていきましょう。はい、本日のルールはですね、はい、あの四大元素対決ということで、かっこいいっすね、名前ね。かっこいいでしょ、はい、あのアンリミテッドでやるんですけども、カードの名前に、はい、火、はい、まあ、または炎、はいはいはい、まあ、火炎ね、はい、水、はい、風、風、はい、土、はい、あ、土、まあ、または地、または地、地面の地面の地ね、はいはいはい、という字が含まれているものしかデッキに入れられないと。名前にね。はい、そうです、そうです、そうです。あ、デッキ作るのめんどくさそうだね。いや、まあ検索すれば一発で出るんじゃないですか。あの土って検索したらさ、うん、土の印がめっちゃ出てきそう。あ、安心してください。あの土って、うん、名前につくカードないんで。はい、ないの？ないです。土って文字が名前につくカードないの？ないです、ないです。はい、四大元素、え、ないです。じゃあ土だけでやるってこと？土は、まあまあまあ、一応土をあっちで。あ、はいはい。さあ始まりました。はい、四大元素対決ということで、はい、火または炎、水、風、土または地面の地、はい、が名前に入ってないと、カードデッキに入れられないという対決なんですけど。そうですね、はいはい、やってくれたよな。何が、どうしたの？このルール、久々にヤバいルールが来たなと思いましたよ。なんでなんでなんで。俺ね、もうね、うん、君がビショップ使うの分かってたんですよ。なんで？あのね、このルールね、ああ、ビショップとドラゴン以外ね、作れねえんだ。気がついた？作れねえんだ。そこに気がつくとはなかなかやりますね、あなたも。ダメなんだよ、このルールは。もう、お互い財宝の地図から始まるところだね。これしかないからな。お察しだよね。ああ、地ってつくカードこれしかないから。これしかねえんだよ。いや、しかしお前2ターン目まどろみの森を置けないはず。置けない、置けるけど置いたところでっていうところですね。あー、いや、これゲームに6は、あ、強っ。あ、なんだよそれ。あ、いいね、1点ずつ。いいか、よくねえな。かー、きっちんだが、ええ、グリムに置かないの？グリムに、ね、ないんだよ。ないの？いいな、うん、6枚入ってるはずなのに。うん、旋風のプテラノド、僕は。あ、そっか、そっか、ナテラ、ナテラなんてないんで大丈夫ですよ。あ、はい、ナテラ入んないのか。ナテラは、いや、でも、なんかいるよね、あのティラノサウルスが。そうだよね、ティラノサウルスとプテラノドンが入るんで、まあ、なんとかナテラ出ていいよ、じゃあ。あ、ほんと？あざまーす。うるすよ、はい、あざまーす。え、絶対邪魔だもん、それ。俺は知ってるよ、俺は知ってる、絶対邪魔。プテラノドンで PP ブーストができると。あ、マジで、はい、2枚あったか。そうなんだ。あ、それやられたわ。で、こういうこともできると。何？おい、浮力炎症だと。炎症の炎ですよ、炎ですよ。はぁ、いや、これはいいよ。ふざけてるわ。いや、PP ブースできたらでかいよ。いや、困ったなぁ。いや、これもうお茶を濁すしかない。あー、まあまあ強いわな。まあ、二対の炎なんだよね。二対の炎。あー、炎なんですよ。さあ、じゃあ、強いカード出すよ、俺。何？水粒子のみか。いや、ズル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 です。財宝の地図も割っとこう。あ、またか、まどろみの森。はい、3回引く。あ、気持ちいいね。3回引く、ズルじゃん。気持ちいいわ。うわ、そんなズルいことする人だと思わなかった。いや、しょうがない、ルルに乗っ取ってるからな。はぁ、じゃあアミレットのカウントダウン進めるか。ガルラデデン。なるほど。さあ、ちょっと強いぞ。あー、いい動き、あー、いい動き、それはいい動き。2面取りっすね。あー、いい動きだ。よいしょ。あー、そう、しかもヤブンハールはただ残りっすね。生き残り。あー、強い、これは。あ、これは強い、それは強い。うん。
果たして、ね、強いよ果たして強い強い行くぜジルニトラあ何ジルニトラお前レジェンドマックずるくない？いやいやこういうもんなんすよ。いやいや俺二対の炎とかで頑張ってんだ。どういうこと？進化もしちゃおう。うわ納得いかねえ。うわマジでよいしょ。ワンチャン全取りだが、そうですね全取りできますね。しかもこっち生き残るまであるね。ん生き残るか。炎症か。ほい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 、えらい。はあ、あれを返したらえらいぞジルニトラ。なんだそれ。ルールにのっとったキャラクターなんで、竜の炎って書いてあるんで。しょうがない、俺レジェンド見せるわ。おう、ほらよ。一体 PP いくつか X。 ちょうど取られた。そうなんですよ、ちょうど取るんですよね、こいつね。あそしてこれグリームに蓋をするす、ね、あ強いわ。あ強いこの動き。それは強いわ。いや強い動きだか。あなるほどね、こんなのもいるか、うん、意外と割れてんな、ミレット。そうだね、あれだ、最初のあいつだ、あの鮮血の花園が割れてる。 あれが割れてくれた。うわ、またジルニトラかよ。ジルニトラ。ただ進化してもてか、お前 PP も9あんの？何事？ PP9 ありますけど、確かに進化しても何にもならん。いや全滅はできるか。できるけどお前も痛手を負う。そうだね、まあでもドラゴン1匹残るし取っといた方がいいと思うんだよね。なるほど。まあこれで1匹は、生き残る。でこいつとこいつで当たって盤面を取れると。まあね、まあまあ4人のドラゴン残ったの強いよ。辛いな。そうなんすよね。あそっか、カラと炎が入ってんだっけあいつ。いやこれ近い近いエンドだ。あ近いか。やべこれ広げられたらえらいこっちゃよ。あ近い近いエンドですね。進化権をちょっとねちゃんと温存しないと。あーマジか、えらいね。はトップジルニトラはえらいね。おい3枚目かよ。キッツ。いやえらいね。キッツ。さあどうする、進化はしないか。まあ泥身の森。あー森で止めんのね。よいしょポンと。さあいい感じ。あーそうきたか。どうすっかな俺。じゃあ迷うよ。じゃあ迷う。あーまあいっか。うわガルラか。さあこれで顔に6点飛ぶのかな。あーなるほど、2点2点いって6点か。ああ結構いい動きしたな。進化はいっかな。大事にしてこう。しない、大事にしてこう進化を。まあマドルミ2枚あるしな、あいつな。しないか。しないよ、大事にしてくよ。怖えもん。だって失踪系いねえんだよな多分な、ジェネドラとかも。そうだね、弱いカードしかないから。あ失踪はしないはず。いやしょうがねえな。フォルテも失踪しないはず。こっち取って行かれる護衛のドラゴンだ。よしこれで、マドロミの効果でお前は動けない。護衛のドラゴン。さあ68取れるかな。行かれる護衛のドラゴンか。なんだそれ。いるんですよこういうのが。炎がついてるんで無理やり引っ張り出されたドラゴンが、かわいそうなドラゴンがいるんですよ。どうしようかなこれ。どうにかならなくもないか。3点。まあ進化系あるしな、まだな。ギリ倒せるけど、ギリ倒せるけどって感じ。回復しよう。わあもう。いや68倒さなきゃダメだなこれな。いやーこれは風神ヤブンハールですね。なるほど、それ2人で当たってくるんだ。そうですね、当たってきますね。なるほどね。あさあまあでも死ぬわな、どう頑張ってもね。倒せるね。はい、まあどっちにしても。なんで、いや風神残るんかい。風神残るよ。あマジか。風神は残る。そう風神実は4275だからね。なるほどね。いやこれは出るか伝説の。ほうすげえカード見せてやるよ。なんだよ。モーカのティラノサウルスだ。なんだと。自然カードを手札から全部捨ててその枚数分全体に。あ、1点与えるんだ。はい、あのティラノサウルスもう1枚あったんで。ティラノでティラノ捨てたのお前。ティラノ捨てましたね。いやでもでかいぞこれで。お前進化権ないからこのティラノを進化させ。いや。いや。いや我慢
んだ。謎迷いですね。ここは我慢。なんかあんのか。あー、地図、財宝の地図。あ、冒涜の墓場。最強のやべえカードを引いてやがる。がどうだろうな。やべえ、それはまずい。冒涜。しかしこの66取れるか。ペトラ。ペトラ。風神。あ、風神って1上げる。で、そいつを取るかっていう。なるほどね。さあ、俺の手札に失踪はいるかどうか。いや、いないと思うんだよな。ほんとに。余裕ですね。そう。風。風だな。風だと失踪いそうだよね。風いるわ。風いるな。風を感じたお前。風いるな。ゼルだ。いや、ゼルじゃないかな。ゼルも確かに入ってる。ゼル入ってるね。まあじゃあとりあえず倒しておいて。なるほどね。うん、あ、いや、だったらペトラ。あ、だったらペトラ封じになったな。くそ。いや、出してから迷ってしまった。でもきちいな。いや、マジか、こんな手段ある？ないよ。まだ俺もう恐ろしいことしようとしてるぞ。恐ろしいことしていいか。ああ、いや、もったいねえ。ヤブンハール、え、進化。今進化で上げたな。3点通るな。そうで、光線だけで取れる、倒す。なるほど。いや、うまいっす。かでもゾンビが毎ターン出てくるんだろ。ゾンビは 100% 毎ターン出る。それもきちい話よ。出る、絶対出る。そしてこれ知恵ピカですね、これね。うわー、知恵ピカドローを。いや、お前おせえ、マジでくんの。はぁ、おせえ。待って待って、いや、回復がきちい。マジで遅い、今さらすぎる。ちょっと待って、なんだこの物寂しいお互いの手札は。いや、だったら聖獣への誓いだわ、これは。あ、いや、お前最初なんだよな、来てほしいの。なるほどね。アミュマミレ。うわ、すごいすごいすごい、すげえ、ザコイアミュレットが。でも2点で取られちゃうんだったら与えといた方がマシなはず。まあそうだね、出るもんな。1枚引こう。オッケー。いや、これ急がなきゃいけねえな。オッケーよ、頼むわ。マジホーリーフレームタイガーにかかってる、マジで。いや、これはもう行こう。エイファだ。うわっぶねー、エイファいたんか。エイファいた。風に乗ってる。エイファが風に乗ってる。風に乗ってんのか、エイファ。しかも攻撃されないの超きちんだが。スリーの重さ。はぁ、もう全員で殴りに行くしかない。細けー、フォロワー。おらドラゴン、ドラゴンかそれ。ドラゴンだ、俺は。お前ドラゴン。さあやってみろ、お前。お前先にグリーブニルを殺してみろ。スリーの重さの効果で。グリームニルが手札に来るぞ。まあ待て、まあ待て、まあ待てって。いや、これはどれも手札に戻したくないはず。戻したくないけど、エイファをどうにかしなきゃ問題なんだよな。グリームニルだろ。でも進化をさっきの1回進化しかしないから、進化はその3回しかしてないってこと、全体に3点しか出ない。まあな、 7PP だったらこれはここに打っていいのでは。アリオスだな。なんかあるな、手札に。あるよ。なるほどね。あるんだけど、めちゃめちゃ迷わして。まあ、それは迷うでしょうね。めちゃめちゃ迷わしてね。どれかが戻ってくるからね。うん、めちゃめちゃ迷わしてね。いや、これはもう戻、いや、戻すのあり。戻させない、戻させないと死ぬ。死ぬね。うん、じゃあこうしかない。グリームを手札に戻して、はぁ、3点2点1点。エイファは攻撃されない、それは無理。ただし攻撃されない、もう関係あんのか。もはや関係ない。もはや関係ないのでは。なるほど。だったら、だったら、なんこうじゃねえか。だったらこうじゃないか。カラトだったのか。エンドなんだけどね。そう、カラト。カラトをどう使ったりのか、今もう全然どうしようかなって感じでね。いや、まあ確かにカラト、でもカラトモサに打ってたら死んではないけど、ほぼ死んでたから、これしかない。エイファもう1枚来ても平気、この場だったら平気。確かにカラト取れねえ、グリームニルで。カラトはグリームニルで取れない。グリームニルとエイファで取る。
しかないはず。オッケー。いや、ほう、まどろみの森が俺にはある。はあ、まどろみの森がお前にはあるか。こうだ、さっきと同じ。さあ、なるほど。いや、これは無理でしょう。いや、無理ではない、残念ながら。マジか。残念ながら無理ではない、無理ではないんだけれども、あ、お前もね、俺も同じカードがあるんですよね。あ、え、なんで、何、何なんでって、どうした、モサが一緒に死んだから。そうだよ、発動しないよ。やるね。そうだよ。あー、ラッキー。何、あぶねー。はあ、いや、あぶねー。カナトは取れた。いやー、つれー、つれー。まどろみが意外にうぜえとこについたっていう。いいぞ、まどろみ。待てよ、そいつどうにかしなきゃいけない気もしなくもない。残り3点、どうにかして3点出して。でも3点は出ねえ。いや、もう安全策を取ります。ゆっくりゆっくりいきます。はいはいはい、はい、ゆっくりゆっくりいきます。じゃあここ取れるんだね。エンハグリームです。うわ、エンハグリームにいるか。あ、古い方ね。エンハグリームにですね。 OK、 まあエンハじゃなくても、エンハというかまあ普通の方でも円派だし、4点は出るんだけどね。いや、ここに来て冒涜の墓場がもうちょっと刺さり始めましたね。冒涜の墓場強いな。毎ターン102点与えてくからな。いや、きちいな。さあ、どうだ。ヤブンハールエイファ置いてエンド。お、これはいや、きつい。ただヤブンエイファ、いや、これはきつい。勝った。マジか。これは勝った。レッカー、いや、勝ったって。このターンは勝たないけど、レッカー当たったらもう勝ちだろ。なるほどね、エイファがもう倒せればね。あーかー、いや、もう勝ちだろ。ほら、来い。トップに、なんか導いてくれるのか、俺を。おぉ、ちょっと強い。何、ちょっと強い。いやー、でもまだ続くか。ドロソがよ、ま、ドロソがねえからよ、この試合よ。2244 10。いやー、10点削れねー。いやー、よくぞこいつ削れねーけど、そいつバニールの怖すぎる。まあそうだね、グリーブなんかスペルで取ってね、死んだら終わりだからな。まあまあまあ、1点足りねー。いやー、これ何を引けばいいんだ俺。いや、グリーブにいる。まあそうだね、いや、安全策取るよ、悪いけど。あ、まあ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 、悪いけど安全策を取るよ。ああ。いや、でもこれトラが出るんだろう、ニスイの炎出るんだろう。うわ、すえー。さあ、ガルラで2体出しつつ、いやー、いや、まずこれ。これは勝った。部別の演奏。やったー。最後の最後にデッキに裏切られたな。キューグリムに引きたかった。やられた。いやすげえ。ひでえ。ひでえ戦いよ。はい、お疲れ様でございました。はい、お疲れ様でございました。いやー、冒涜の墓場よ。引いちゃダメでしょ、あれ。いやー、強いね、あれ。ダメだよ、最強だった。ズリーは最強だった。いや、まあジルリトラとか3枚出して俺が言うのもなんだけど。本当だよ、マジで。ズリーはあれ、いやいや、超辛かったからね。いやいやー、てかレジェンド結構入るね。そうだね、意外とね。ドラゴンは一番多いんだよね、結局。あ、そうなんだ。うん、だから風神とか抜けるのよ。なるほどね。うん、まあ、でも風神活躍したからな。お、まあ、お強しかね、なんと風神な、うん。いやー、もうちょっとティラノサウルス、ティラノサウルスがよ、こいつさ、自然カード捨ててその分ダメージなんだけどさ、自然カードがさ、ティラノ本体とプテラノドンしかいないんだよね。うん、まあそうだよね。あ、まあ三点火力じゃないかって感じするけどね。あ、まあそっちの方にそうやって使っといた方が良かったかもしれないな。一回使っちゃったけどな、ティラノ。まあ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 。うん、まあ、カラとガルラ、まあ、カラとやっぱ偉かったな。カラと強いね、偉い、うん、カラとは本当偉い。あんな弱いカラと久々に見たけどな。あ、本当に、うん、大体十何点飛んでくるカラとしか見たことない。ギリギリ殺せる、うん、ギリ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 のラインでギリギリ取ってな。そう、3点とかな。 3PP 回復してな。そう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 、全然 PP 回復全く活かせないっていうな。
いやーでも久々にひどいしあれですね、ひどい試合をあと俺なんて14種類しか入れられないからさ、あフル投入だよフル投入2枚だけ選べる、そうそうそう、だから減らせるカードをな、シングリ、まあ、進化あんましないと思ったからシングリームにいると、はいはいはい、繁栄の噴水だけ1枚抜かしていただいてちょっと抜くの間違えたかもな、本2枚割と使えたから風神いらなかったかな、いや俺逆に繁栄の噴水入れればよかった、やっぱ泥層がないから、あ後半ね、そうね、絶対地理になっちゃうからね、そうだね、いやなんかまあこんなしょうもねえルールでなんか振り返っても意味ないんでもう二度とやることもないと思うんで、いやいつか他のリーダーでもさ、無理だよ、いやここであれですよ、急になんかそのね治水化風が急にネメシスにいっぱい来たらさ、ネメシス7種類しかないんだよ21枚しか入れないんでこのルール、ネメシス、いや来るよいつか、無理だよ、まあはい、その時までシャドバがねまだ続いてればいいですけどね、そうですね、まあね、はい、まあじゃあいつかやるかもしれないということでまたね、はい、本日はこの辺で終わりたいと思います、はい、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。